皆さんこんにちは。今日は農薬除去についてお伝えしたいと思います。私はローフードをやっているので野菜や果物をたくさん取るんですけれども、やっぱり気になるのが農薬なんです。農薬をやっぱり除去しないともう食べられないので、農薬除去するために使っているものをご紹介します。じゃーん、見えますかね。はい、私はこのホタテの力くんっていう農薬除去のこちらのものを使ってます。これ結構すごくて、お野菜や果物についた菌とかですね、有害物質を除去とか除菌してくれる優れものになります。 Amazon で600円ぐらいで売っているのでコスパもかなりいいです。私は2ヶ月ぐらい持ちますね。世の中にはこういうですね、ベジウォッシュとかですね、農薬除去するようなものが世の中にはいっぱいあるので、ご自分で好きなものを見て探して使っていただければと思います。せっかく体にお野菜や果物を食べるのでしたら、こういう農薬も除去してやっぱり体にいいものを取ってほしいと思います。じゃあまたねー。